皆さんこんにちは、ジンです。Apple から新型 iMac 27インチ2020モデルが発表されましたね。今回の動画では新型 iMac 27インチモデルを 21.5 インチモデルや iMac Pro と比較して現時点の Mac のデスクトップモデルの選び方をまとめてみようと思います。このチャンネルではライフスタイルを豊かにするものことについてお話ししています。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。では早速見ていきましょう。いつも MacBook の比較でやっているように今回も表にまとめてみました。現時点の iMac のデスクトップモデルは大きく分けると表のように4つのモデルに分類できます。各モデルと比較しながら新型 iMac 27インチの進化を説明していきたいと思います。まずはディスプレイの違いからです。ディスプレイは大きく 21.5 インチか27インチかに分かれます。 iMac Pro も27インチですね。一番左の 21.5 インチモデルの iMac はワイドスクリーンディスプレイで 1920×1080ピクセル となっていますので、フル HD の解像度ですね。正直ね、今となっては少し見劣りしてしまう解像度です。さらに輝度は322と色も標準色となっており、他のモデルと比較して優れたポイントはありませんね。表の左から2番目の 21.5 インチモデルの iMac はレティーナ 4K ディスプレイを搭載しており、502との輝度と P3 の公式機も合わさって非常に綺麗な画面となります。そしてね、今回の新型27インチモデルの iMac ではレティーナ合計ディスプレイとなってまして、圧倒的に美しい画面を楽しむことができます。僕も今使用している27インチモデルの iMac はレティーナ合計ディスプレイですので、非常に綺麗な画面で大満足して毎日使用しています。さらに今回新型27インチモデルの進化の大きなポイントとして、全モデルで唯一ディスプレイにトゥルートーンテクノロジーが採用されました。環境光に合わせてディスプレイの色温度を自動的に調整してくれるので、より自然な感覚で画面を見ることができます。そしてカスタマイズでディスプレイにナノテクスチャーガラスのオプションが用意されました。このオプションはなんと5万円もするようですけど、光の映り込みを減らせるので画面の反射が気になる方は検討するといいかもしれません。これも現時点では新型27インチモデルだけの仕様となっています。 iMac Pro は新型27インチモデルと同等のディスプレイ性能を誇りますが、トゥルートーンテクノロジーとナノテクスチャーガラスのオプションは非対応なので、現時点では新型27インチモデルが iMac Pro を抑えてディスプレイの完成度は最も高いことになります。続いてね、拡張性の違いとしてプロセッサから比較していきます。CPU ですね。プロセッサとは何かから説明していると長くなってしまうので、ここではひとまずプロセッサについて次のように考えて話を聞いてもらえればと思います。左の数字は処理速度で、数字が大きいほど処理速度が速いです。中央の数字はその処理を実行する働き者の人数です。右の名称は働き者の凄さを一目で判断するためのレベルだと考えてください。一番左の 21.5 インチモデルの iMac はデュアルコアとなっていて、全モデルの中で唯一2つしかコアを搭載していません。カスタマイズもできないので、当然ながら負荷の高い作業には適していないことがわかります。レティーナ 4K ディスプレイを搭載した 21.5 インチモデルの iMac はデフォルトでクワッドコアで4つのコアを積んでいます。さらに最大で6コアの Core i7 までカスタマイズすることができて、写真動画音楽の編集なども十分こなすことができます。新型の27インチモデルの iMac では6コアをデフォルトで搭載していて、カスタマイズなしでも十分に写真動画編集をこなせるレベルにあります。さらに最大で10コアの Core i9 までカスタマイズすることができて、負荷の高い動画編集や音楽制作、3D の高速なレンダリングなどにも対応できます。 iMac Pro はもはや別次元の性能で、カスタマイズなしでもいきなり10コアを搭載しています。最大18コアまでカスタム可能なんですけど、もはやね、これ使ってみないと想像できないですよね。一般的な用途でこのレベルの性能が必要な人はほぼいないかなとは思います。 4K から 8K などの動画編集とか、数百のトラックが必要な音楽制作とか、負荷の高い作業を最速スピードで処理したい方のための最強マシンですよね。はい、続いてはメモリです。一般的な書類作成などの用途としては 16GB もあれば十分快適です。デザインや写真編集、動画編集や音楽制作などをする方であれば、
快適な作業のために 32GB 以上を検討しましょう。新型27インチモデルの iMac ではメモリを最大 128GB まで拡張可能です。 iMac Pro ともなると 256GB まで拡張可能になっています。ちなみに僕の27インチの iMac はデュアルコアの Core i7 メモリは 32GB を積んでいますが、 4K 動画の簡単な編集程度であればレンダリングに時間がかかることはあるものの十分こなすことはできます。ただし動画編集をしている間は他のアプリを全て終了して余分なメモリの消費を抑えるなど工夫をしています。メモリを多く積めば負荷の高い動画編集をこなしながらも無数のアプリや無数のブラウザを同時に起動するなど圧倒的に効率の高い作業ができることになります。カスタマイズするときはまずメモリにお金をかけるといいですよね。続いてはですね、ストレージの違いですね。 21.5 インチモデルの iMac はフュージョンドライブというハードディスクと SSD のハイブリッドなストレージがまだ選択可能なんですけど、間もなくこれは姿を消しますね。安いカスタマイズ料金で容量の大きな PC を手に入れたい方にとっては好都合なストレージなんですけど、より高速な PC を手に入れたい方は SSD を選びましょう。今回の新型27インチモデルの iMac では最大 8TB という超大容量までカスタマイズ可能となりました。ただしそれだけで20万円を超えるカスタマイズとなりますので、正直容量が必要なら外付けの SSD を用意する方が圧倒的にコスパは高いかと思います。外付けや外部クラウドサービスでストレージを確保する手段もあることを考慮した上で自分の用途にとって最適な容量を見極めてカスタマイズしましょう。続いてはグラフィックス GPU の違いですね。主に 4K 動画の編集において多様なエフェクトを使う方とか 3D ゲームのプレイをスムーズにしたい方にとっては非常に重要な項目になってきます。例えば今流行りの動画編集で 4K 動画も扱うような場合は、僕の感覚ではありますができれば最低でも 4GB、できれば 8GB 以上のメモリを搭載したグラフィックスがあると安心です。僕の27インチの iMac はCore i7 メモリ 32GB と動画編集に必要なスペックを満たしているように感じますが、 GPU のメモリが 2GB しかないので 4K 動画の編集中とかエフェクトを使用する際にレンダリングに時間を取られちゃうんですよね。動画編集や 3D ゲームのプレイなどをメイン用途として考えている方だったら、グラフィックスは予算の許す限りカスタマイズしたいところですね。長い目で見て時間短縮という意味でも非常に投資価値が高いと言えます。その他の違いを見ていきます。新型27インチモデルの iMac では FaceTime HD カメラに 1080p の解像度が備わりましたね。またスタジオ品質のマイクアレイを搭載したということで FaceTime 通話とかね、ポッドキャストの録音、ボイスメモとかに iMac から直接高音質のオーディオを利用できるようになっています。またですね、Bluetooth 5.0 に対応している今回の新型27インチと iMac Pro だと、Bluetooth 5.0 対応のワイヤレスイヤホンとかのデバイスですね、こちらに転送する際の速度も速くなります。その他ですね、新型27インチモデルでは、10ギガビットイーサネットをオプションで対応できるようになったほか、iMac Pro と同じく Apple T2 セキュリティチップが搭載されて、セキュリティ機能が強化されています。21.5 インチ iMac と比較して27インチと iMac Pro では細かな部分にも大きな差が生まれています。それではね、価格の違いを見ていきたいと思います。 21.5 インチモデルの iMac は性能が最も低いので、当然なんですけど価格は最安で12万800円から購入できてしまいます。またレティーナ 4K ディスプレイを搭載した 21.5 インチモデルの iMac も意外と安くて14万2800円からなんですよね。 21.5 インチにレティーナ 4K がついてクワッドコアになるなら予算がある方はこっちを選びたいところですよね。できればメモリも 16GB にしてあげればある程度のことはこなせると思います。そして新型27インチモデルの iMac は予算が約20万円以上必要となってきますが、デスクトップを検討している多くの人にとってかなりおすすめできる選択肢になるかと思います。せっかくデスクトップを買うならね、ノートとは差別化した大きな画面で快適に作業したいですよね。27インチであれば左右にアプリやブラウザを開いて効率的に作業することが可能です。動画編集や音楽制作をメインで行いたい方であれば
27インチの3つの吊るしモデルの中から真ん中のモデルを選んで、メモリを 32GB にカスタムで予算30万ぐらい見ておけば長く快適に使用できるかなと思います。 iMac Pro はもはや一般用の PC ではなくて専門職とかプロフェッショナル向けの PC ですよね。値段もね、これ最低55万円からマックス140万と常識外れです。軽自動車が買えちゃいますからね。この金額に価値を見出せるかどうかは、圧倒的な時間短縮によってこの投資分を回収できる見込みのある日とか、このスペックでなければ処理できないような高度な作業が必要な人に限りますね。それではですね、各モデルがどんな人におすすめなのか僕なりの考えをまとめておこうと思います。まずですね、 21.5 インチ iMac はこんな人におすすめというのをご紹介します。まず低価格なデスクトップ Mac が欲しいという方ですね。画面の綺麗さとか広さはあんまり重視しないっていう方ですよね。ネットの検索とか観覧、YouTube の視聴とかね、動画の視聴をメインに使いたい方、あと Word や Excel とかの資料作成をメインに使いたい方、ブログや文書作成などの執筆作業をメインに使いたい方、処理速度やメモリが必要となるような画像編集、動画編集、音楽制作とかね、こういう高い負荷の作業はほとんどしないという方にはおすすめできるかなと思います。続いて 21.5 インチ iMac レティーナ 4K ディスプレイモデルはこんな人におすすめというのをご紹介します。まずですね、27インチほど大きな画面サイズは必要としないとか、あと魅力を感じないって人ですよね。プログラミングホームページの制作をする方にはいいかもしれません。イラストレーターとかフォトショップを使ったデザイン制作、画像編集、写真のロー現像とかですね、こういうのを用途にする方もおすすめです。あとはファイナルカットプロを使った動画編集とか、ロジックプロを使った音楽制作とかをしたい方ですね。できればファイナルカットとかロジックプロを使う場合は6コアの Core i5 以上へのカスタマイズがおすすめです。続いて今回発表された新型の27インチ iMac レティーナ合計ディスプレイモデルはこんな人におすすめというのを紹介していきたいと思います。まずはね、やっぱり広くて綺麗な画面で効率的に作業したい人ですね。そして今回はナノテクスチャーガラスのオプションが加わったので、反射も最大限なくしたい人はこの選択になるかと思います。他にはね、写真のロー現像でリアルな色の確認とか編集をしたい方、やっぱりね、合計ディスプレイモデルになってくるとすごく色が鮮明なので、よりリアルな色を確認することができますよね。それからイラストレーターやフォトショップを使ったデザイン制作とか画像編集、ファイナルカットプロを使った負荷の高い動画編集をしたい方、ロジックプロを使った負荷の高い音楽制作をしたい方、あとはゲーム環境の構築とか 3D の制作をしたい方もおすすめかなと思います。ではですね、最後に iMac Pro はこんな人におすすめというのをご紹介します。さっきと一緒ですけど、やっぱりまず広くて綺麗な画面で効率的に作業したい人ですね。そしてやっぱりこれ、あらゆる作業を最速スピードで処理したい方、もうともかく時間短縮とか効率を最大化したい人は iMac Pro かなと思います。それからすごい巨大な写真のロー現像をたくさん常日頃からする人ですよね。リアルな色の確認とかもできますし、おすすめかなと思います。それから超高い負荷の動画編集をしたい方、4K からね、最大 8K の編集とか無数のエフェクトをかなりたくさん使う方とかにはいいと思います。それからこちらも超高い負荷の音楽制作ですね。もう数百を超えるトラックとかの編集とかですね、無数のエフェクトを使う場合は iMac Pro かなと思います。それからゲームとか 3D の制作ですね。もうほぼね、リアルタイムでレンダリングできるみたいなので、これは魅力的ですよね。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。今日の動画も参考にしていただけると嬉しいです。このチャンネルではライフスタイルを豊かにするもの・ことについてお話ししています。今後も皆さんの生活に役立つようなお話や商品のご紹介をしていきたいと思いますので、よろしければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。高評価やコメントで応援してくれたり、ツイッターでシェアしてもらえると嬉しいです。本日も最後まで動画を見てくれて本当にありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。